フィラデルフィアはパラグアイ西部のグランチャコにある町でボケローン県の県と首都アスンシオンから車で5時間ほどかかるフェルンハイム入植地の中心地であるソビエト連邦から逃れてきたロシア系メノーハーによって1930年に建設されたチャコ戦争では最前線となったが被害は小さかった第二次世界大戦ではドイツ系入植者の中に ナチスを支持する者が現れたが、後に追放された。街には、博物館、図書館、ラジオ局、病院が一つずつある。郊外の入植地にある村々は、先住民居留地のように、チュルピ族、レングア族、トバピラガ族、サナパナ族、アヨレオ族など先住民族の比率が高い。町内のスーパーマーケットは、 車庫を行く者にとって、食料雑貨を手に入れることのできる最後の場所である。水道は地下水が塩分を含んでいて飲めないので、ほとんどが雨水を地下の貯水槽に溜めて使っている。町の東およそ5キロにあるトレボル公園は、観光客のためのキャンプ場にされている。アスンシオンからフィラデルフィアを通って、70キロ先のマリスカルエスティガリビアの検問所まで、 舗装された新しい道路が続いている。検問所からもボリビア国境まで道はあるが、ほとんど通行不能である。ありがとうございます。